リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。はい、ということで本日は、リント家の飼育環境のお話をまた再度動画でね、今の現状最新版をねやっていこうかなと思います。はい、でまたちょっとねうちの子が1匹増えましてっていうところと、ちょっと大きくねケージ用の改造をしたので、そのあたりの話をしていこうかなと思います。で以前にねこちらのサバンナモニターのシェフィーさんのお部屋の押し入れの下改造したものと、こっちのね、ミニウサギのすずちゃんのお部屋のか紹介っていうのはしたんですけれども、全体でお話ししていこうかなと思います。なので全体なのでこういう状態ですね、こういう状態のうちの飼育環境というのをご紹介していこうかなと思います。はい、ではそちらの本題入る前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらフォローお願いいたします。はい、ということで早速見ていきましょう。大きく変わっていないところからいくと、まずはフクロモモンガですね。はい、うちフクロモモンガがね6匹いまして、ギョロメ、ここにギョロメちゃん、そしてハロくん、そしてここにねハルくんとウララちゃん、男の子コンビですね。そしてここにウィンちゃん、ギョロメちゃんとハロくんの娘、そしてここにパッチちゃんっていう子がね、いろいろ全合計6匹いるケージなんですけれども、こちらはね網で今作ったケージになっております。でちょっとねここ不思議なことになってるんですけど、ここのこういうのはね、これうちのハロくんがですね、ちょっと警戒心というか男の子に対する警戒心が強くてですね、上が男の子ペアなんですよ、ハルくんとウララちゃんっていう、まあウララちゃんって呼んでるんですけど、ウララちゃんはって言ってるけど、男の子ですね。はい、その男の子のいるケージなんですけれども、ここのケージのこのねお二人に関しては、男の子コンビですごい男の子臭というかね、なんか多分するんでしょうね、男の子がいるって、オスがいるって。なのでハルくんがですね上に向かってすごいジゴ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 って威嚇を始めるんですよ。でこの隙間、ここね、これ指ちょっと入るんですけど、このちっちゃい隙間から上を見て、でここら辺にいるこんだけね空間が空いてるのにもかかわらず、上にすごいジゴ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 って言ってて、でそれがね各隙間でやるんですよ。っていうので最初これだけつけてたんですね。こっちだけ気をつければいいかなと思ってたら、こっちだけじゃダメで、こっちの隙間もダメだったみたいで、で威嚇をするんで、より一層ちょっとこうマージンを取って、隙間を取ってあげようかなっていうことで、こういう状態にしてます。でうちのハロくんとギョロちゃんは特にすごい活発に動き回るタイプの子たちじゃないので、つかめる場所はあんまり多くなくっていう状態の、こんな感じに今なっております。はい、もう完全にもう網ケージですね。網があって、下にペットシーツがあって、ご飯入れがあって、水入れ、ちょっと水がそろそろなくなりそうだから新しい水を入れてあげよう。でポーチがね一応2箇所置いてます私。でもあっちに入ってることは最近見たことないんで、ほぼこっちですね。はい、っていう感じでポーチがあってって感じの部屋が、各ケージで、レイアウトがコロコロ違うって感じですね。こっちのパッちゃんのケージに関しては、パッちゃんがもうなんかあちこち遊ぶのが好きなので、いろんなものをおもちゃで入れてあげてるっていう状態のお部屋、ちょっと女の子のお部屋みたいな、ちょっと可愛らしい感じのお部屋になってるのがここのお部屋ですね。パッちゃんは今あそこにいます。近づきすぎると若干警戒してジゴジゴって一回言います。あ、言わないね今日。はい、ここはね女の子部屋みたいな感じの雰囲気を出している、まあハロウィンの要素がねちょっと入ったお部屋になっております。はい、でこっちがハルとウララ、男の子コンビですね。なのでちょっと男の子部屋っぽい感じのものをちょっと入れてます。仮面ライドセイバーだったりとかね、はいっていう感じで、ちょっとこう宝箱が置いてあったりみたいな感じで、ちょっと活発な男の子コンビのお部屋になっております。ポーチが3つあるね、ここね。まあ厳密に言うとポーチ、あそこのお宝のポーチと下にもあるから5つ入ってるんだけど、あのポーチはねなんか中に入ってるっていうよりはなんか噛みついて遊んでますね。はい、っていう感じの男の子コンビの部屋で、こっちがウィンちゃん。ウィンちゃんここに今いますね。あそこの中で寝てますね。ウィンちゃん白い子で、ここのギョロメちゃんとハロくんの娘ちゃんなんですけれども、娘ちゃん一人の部屋になっていて、ここはなんかちょっとシンプル
よりの、まあ、女の子っぽい感じの部屋って感じですかね。で、あのクロミちゃんのぬいぐるみを入れております。まあ、基本的になんか私の趣味がね、あのこの子たちのケースの中に反映されているって考えていただくといいかもしれないです。はい、っていう感じのアンミケージですね。で、真ん中に、真ん中にひよこ電球のね、あの保温できるものがこっちと下にも入っております。で、冬場はね、上から毛布をかけることによって、夜と日中は温度が逃げないような形の構造になっております。もう今はね、春先なんで、これ全然使ってないですけれども、そんな感じですね。で、ほんと冬場はあのヒーターで全然持つしっていう感じでございます。はい、まず袋モモンガのケージ、まあこの基本的に100均で作ったケージのご紹介でした。次がじゃあルセットコモリのマナちゃん、ちょっと掃除してないんで汚いですけれども、はい、マナちゃんのケージも基本的には100均のものを使った網ケージでございます。上がね、あの完全に網網の状態になっておりまして、あのどこでもぶら下がれるような状態になっております。で、下側にあそこに水容器ですね、はい、水飲み場があって、あそこにご飯入れがあってっていう感じですね。で、横の方にね、結構うんちがポタってくっつくことが多かったので、横にもうこう L 字でね、 L 字でペットシーツが置けるようになってます。で、下はもうペットシーツはこんな感じでね、あのうんちがごちゃごちゃっとありますね。だいたいうんちはあの角に置いてるんですけれども、あのたまにこの辺でするんで、ここもちょっと汚れてはいるんですけどって感じですね。はい、マナちゃんのケージはこんな感じで、あそこにパネルヒーターが置いてあって、プラス上にもね、あのヒーティングトップが、ここね見えないんですけども、ここにヒーティングトップが置いてあります。だからこの辺ね、上の部分はあったかい状態になっております。はい、マナちゃんのケージはこんな感じで、ドラクエのね、うちで育ててたドラキーの名前が実は由来になっていて、あのテリーのワンダーランドで育ててた、ドラキーの名前で、私マナちゃんっていう名前つけてて、そこから来てるので、マナっていうのは、はい、なのでドラクエのね、ちょっと物が少しだけ置いてあります。で、上はね、こうツタがあるんですけど、このツタもね、あの結束バンドに留めて、あの基本的には取れないようになってます。で、なんか邪魔にもなってはいなさそうなのでっていう感じのケージ構造でございます。で、仮面ライダー見てる人からするとあれだよね、ヘルヘイムっぽいよね、ちょっとね、こう葉っぱがいっぱいある感じね、ヘルヘイム感が少しだけありますね。はい、こちらがマナちゃんのケージ。じゃあそのままマナちゃんの横のケージいきましょう。こちらがね、うちの、沖縄シリケイモリとエゾサンショウのいる、ワインセラーのケージになっております。はい、で、中はね、コケリウムをちょこっとだけ角に作ってまして、あとは循環がね、水が循環するような仕組みで作っております。はい、こんな感じ。そこに今エゾサンショウのクロ君と、沖縄シリケイモリのカルちゃんがいますね。で、あそこの部分がコケリウムのコケの状態になっていて、コケの、苔のっていう言い方をするとあれなんだけど、苔の部分だけは本物で、陸地って感じですね。他はだいたい観葉植物はこれ偽物ですね。で、ここにね、今あのろ過装置が下に眠ってるんですけど、そのろ過装置で水を循環して回してるっていう状態になります。で、エゾサンショウがね、あの高温に弱いので、ちょっと15度とかがね、気温だったりするんで、まあ、今12度になってますけど、あのこの適温の状態で生活してもらっております。この子たちはもうその温度に慣れているので、あのもう元気に活発に暮らしております。はい、で、あとはもう水に関してはね、ここと奥のところに水があるんですけれども、それをこういうねスポイトで抜いて、水交換をする感じですね。あとはろ過装置を定期的に洗ってあげてみたいな感じで、掃除しております。はい、ここのケージはこんな感じですね。あの本当にオリジナルケージになります。あと上でね、レオパゲルを冷やしております。これレオパゲルね、はい、あとレオパゲルここにあと2個ね、まだ未開封のやつありますね。はい、っていう感じのケージでございます。はい、ここはもう100均というよりちょっと結構金かかってるね、ワインセラーがね、結構お金がかかったりっていうところですね。
い、そんな感じのケージ。じゃあそのまま下に行きましょう。下がミニウサギですね。はい、ミニウサギのすずちゃんのお部屋でございます。まあ、もともとねシェフィーさんが使ってたあのケージでニトリの、衣装棚を、これ衣装棚の外側ね、外側をあのこう入れるやつを縦に置いてるからね、なんでこういう風になるのね、こうね、はい、でこれがその中に入ってた部分ね、はい、っていうのを改造して横のね衣装ケースのあの部分をぶち抜いてるんですよ。これこっちから見ると分かりやすいかな、はい、この衣装ケースのねここの部分はぶち抜いてるんですよね、っていう作り方で、で衣装ケースの底面はこれもともと穴が開いてるものなので、その穴を利用して、でこっちはねあの屋根の部分っていうか、まあ、利用してそのまま、で上はね天井穴開けたかったので、あの網、あのカラスの網をね、カラスの避けるネットをこういう感じで乗っけてます。あとこれ、これね謎のトレーなんですけど、これはあのこのワインセラーね、あの結露して下に水が溜まるんです。その水を下にマナちゃん、マナじゃないや、スズの部屋にそのまま入っちゃうとあれなのでっていう感じでね、トレーが置いてあります。はい、でここはもうほんとウサギちゃんのケージって感じで、これ100均で買ってきたあの、絨毯ですね。はい、であとはまあトイレがあったりご飯入れがあったりっていう感じで、ここはただケージの側は手作りなんですけれども、ケージの中に入ってるものはほとんど手作りではないって感じですね。で一応こっちもね開けられるようになっていて、でこっち側がよいしょ、チモシーとご飯のペレットと、そこにキャベツとかね入ってるって感じです。でここに水入れがあって、あそこにぶら下がってるのはまあかじり用としてね入れているものになります。あと麻ひもね、麻ひももなんかあのおもちゃとして使ってもらえればいいかなと思っておいてあります。めっちゃうんちしてるね、あの掃除しないとね。でこいつ開けるとすっごい近づいてくるんで、今はダメ、後で散歩させてあげるからね。で基本的に寝てる時と私が家にいない時はこういう風にしてますけれども、あの私が家にいて、この子の様子を見れる時にはあの部屋散歩をさせてます。で部屋散歩の時だけどこ行ったか、まあ、変なとこに入ることほとんどないんですけど、あの一応こういう感じどこにいるのか分かるように鈴をつけて散歩させるようにしてます。まあ、これも本当ほぼ部屋散歩の時専用ですね。たまにね、撮るの忘れててね、ケージの中にいる時もこれつけっぱの時がたまにあります。あの本当あれはね気をつけようって、たまにねなんか気になっちゃってすずちゃんがね、あの首についてたりとかするとね、それを気にすることがあるんで、おー危ねえ危ねえってなりながらって感じです。あと部屋散歩の時用のご飯入れね、これなんか部屋散歩してる時にこれになんかいろいろ入れてあっちの方に置いといたりって感じですね。はい、っていう感じのお部屋でございます。はい、ではその次はガチャガチャの中のケージ、レオパのケージですね。はい、これガチャガチャなんですけれども、このガチャガチャを利用して作ったレオパケージでございます。でレオパたちのケージは、まあ、構造はこんな感じ、まあ、人工芝と、まあ、木があって2階建てになってて、後ろにシェルターがあって、この下に、これ取れるんだけどね、これ磁石になってるから取れるんだけど、これ水飲み場ガーって感じ、ほんと水飲み場、沖へ用の餌皿、あとはもう本当にレオパからするといらねんじゃねえかって思うぐらいの、あのこうなんだろう、ケージレイアウトのものがいっぱいですね。でこれ食べなかった残ったレオパゲルも柔らかくもな、柔らかくないね、カッチカチになってるんで捨てます。はいって感じですね。あとは本当もうレイアウト重視のものになってますね。100均とかいろんなところで買ってきた和風な感じのものをねあちこち入れて、和風な、レイアウトのガチャガチャの中のケージです。であのレオパがね今寝てるシェルターの下に
パネルヒーターがね引いてあります。緑商会さんかなのパネルヒーターが1枚引いてあります。保温的には基本的にもうそれだけで保温できてますね。あと基本シェルターの中に2匹ともいるのでって感じで、あのシェルターは最近ゆるレプさんっていうところでご購入させていただいて、そのゆるレプさんのねシェルターを使用させていただいております。可愛いですよね。でなんかランダムの販売方式だったんだよな、それメルカリで見たんですけれども、和風シェルターのランダム販売で3種類から1個っていうところだったので、マリのやつとセンス扇、まあセンスみたいなのの模様のやつと桜模様があって、桜模様が一番欲しかったんですよ。そしたら桜模様が当たりました。最高ですね。はい、っていう感じの、和風ガチャガチャケージでございます。最近ね、うんちをここでします。このガチャガチャのこの先端の部分でうんちをします。ただ逆にここでしてくれるから、実はですね、私的には掃除がすごい楽です。なんでかっていうと、こいつ丸洗いしてやればいいだけなんですよ。でなんでガチャガチャのケージ作ったかっていうのを軽く説明すると、まあ、これガチャガチャ2段あってねあるんですけれども、片方ねハンドルついてなかったんですよ、ここの下で。ハンドルついてないから今これ隠すのにね、パネルをこうやって貼ってるんですけれども、このハンドルがなくて、でただのなんかガチャガチャの側だけだったんで、なんかもったいないなと。でただの置物になっちゃうので、下だけなんかいい方法ねえかなってなって考えた結果、ガチャガチャになんかぶっ壊してケージにしたらいいんじゃねっていうところで、ガチャガチャの中身をね打ち抜いて、平らにしてケージにしたという発想でございます。まあ普通の人はやらない発想ですねで上にねちゃんとあんな感じで LED ライトも入っていてという感じですね。でプラスちゃんとヒーターもね中に入るように、ヒーターねこの辺から紐が通ってるんだけど見えないよね。思いっきり下にヒーターの紐入ってるんだけど、ヒーターの紐もねこの下を通るように入っております。結構もうこれで1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、もう生活してますけれども、特に問題なくっていうところでございますね。はい、っていうところで、レオパのケージでございます。で次がちょっと今いないんです、なくなっちゃったのでね今いないんですけれども、フトアゴをもともと飼育していたケージですね。はい、フトアゴヒゲトカゲのモノちゃんっていう子がいたんですけれども、モノちゃんを飼育していたケージです。またお迎えするかもしれないななんていろいろ考えてこのケージはそのままにしてるのと、まあ、モノちゃんが遊んでるかもなんてね思ってこのままにしております。で奥にねなんかゆったりできる場所があって、ここを今置いてないんですけど、この下にパネルヒーターを敷く予定なんですよ。もしまたお迎えしたらね、この下にパネルヒーターが入ってこの部分の網の部分を利用してバスキングのねライトが入ってっていうところで、ここがバスキングのスポットになるような感じですね。はい、そんな感じのケージでございます。こちらはただこちらはねケージ作ったままそのままにしております。はい、もしかしたらっていうところでね、はい、またお迎えもありえなくはないのでっていうところで作ったケージでございます。でこのケージもねちょっとこの辺が今開いてたりとかするんで、ゆくゆくはいろいろここ閉じたりとかいろいろ考えてやるんですけれども、一旦そのままになっているフトアゴちゃんがいたケージでございます。はい、次が西部シシガナヘビのサナちゃんがいるケージでございます。はい、まあなんだっけこれ、クルミか、クルミの床材があって夏っぽいイメージ、もうだからほんとシェルター1個 と、上に水入れがあって、あと床材引いてるだけなんですけれども、この子はね夏っぽいイメージで作ってるので、夏っぽいものを100均で買ってきて、シェルターはちょっと100均ではないんですけど、シェルター以外は100均で取り揃えたものですね。上にちゃんと水入れ場があってって感じですね。で基本シェルターの中で、寝ているかこの辺潜って遊んでるかっていう感じですね。でここにパネルヒーターが敷いてあります。はい、って感じですね。で、実はこのセーブシシバナヘビのケージの下に1個ケージがあるんですけど、これはちょろっとだけ写しましょうか。
まあ、これは動画に出てるんですけれども、これデュビアのケージでございます。ここに乗っかってるのは君1匹だけか。君以外は多分この中にいるね。はい、こんな感じでいっぱいいますね。で、あのうちの子たちが余したご飯の余りをこの子たちは食べていますね、基本的に。これあのうちのミニウサギちゃんね、あのすずちゃんが余した小松菜の茎です。はい、で、あ、死んでるんじゃなくて、あれ、これはあれか、脱皮した皮か。死んでんのかなってたまに思ったりするんだけど、大体脱皮した皮が、あ、これも脱皮した皮だね。はい、っていう感じです。今ちょっと繁殖目指しながらね、あの育てていて、まだ繁殖、大きな繁殖まで行ってはいないんですけれども、日々こんな感じでね、ご飯あげて育っていただこうと思ってです。プラス霧吹き、今日忘れてたから霧吹きだけ軽くこんな感じでしておいてって感じですね。はい、でこの下はうんちが溜まるようになってます。わ、結構うんちしてるね。こんな感じの、デュビアケージになってます。よいしょ。でね、このパネルヒーターをね、上に置くことによって、上から下にも熱が伝わるような構造でございます。なんかただもっとちゃんと温めてあげた方がいいのかなってちょっと思ってます、デュビアに関してはね。ただ結構強いので、まあ大丈夫かななんて思いつつ、あの亡くなってるのはまだ目撃してないので、あの、まあ、結構このまんまでいいかなと思いつつも、この下にはね置けないのよ、うんちが下に落ちるようにしてるから。だからもしパネルヒーターを置くとしたら、この横をね、このケージの横にパネルヒーターを沿わしてあげるっていう感じになるのかなってちょっと思ってます。やるとしたらね、やるとしたらっていうところでございます。はい、では次、大物ですね。はい、サバンナモニターのシェフィーさんのお部屋でございます。これあれだな、開けたら絶対出てくるな、あいつ遊んでくれるのって。はい、ここはもう押し入れの中を完全に1個のケージにして、だから今は遊びたい感じじゃないね、出てこようとしなかった、逆に戻った。はい、サバンナモニターのシェフィーさんのケージで、奥にね水入れがあって、バスキングスポットがあって、寝床で、あとはオブジェクトとしての飾り付け、ほんとケージの飾り付けです。あれシェフィーさんのイラストですね。で、この辺ね置いてるんですけど、これ最近変えまして、あの取れないようになりました。強力な両面テープをつけて取れないようにしたり、こっちもほら結束バンドで止めて、こいつも結束バンドで止めた、あとこいつも、こいつ自体も結束バンドで止めて、落ちないようにしました。理由としてはですね、どうやって登るのかわかんないんですけど、登れるらしいんですよ、この上。考えれるのは、この私がね、この子と遊ぶ時の座布団なんですけど、この座布団を登って行ってるんじゃないかなっては思ってます。でもここにね、座布団こうやってなくしてても、あの座布団っていうか、これクッションか、クッションなくしてても登ってたんで、なんか頑張ったら登れるみたいで、登って上に置いてあったもの全部下に落ちてたのね。なんかやだなと思って、全部くっつけました、下と下のその台に。でこれはあのロゴスのキャンプ用のテーブルです。贅沢な使い方してるよね、今ちょっとほぼもうキャンプに行くことないんで。はい、そんな感じの作りでございます。寝床で、寝床のこの下にね、はい、緑商会さんのパネルヒーターの M サイズがあります。どうしたの、撫でて欲しかったので、これあの水飲み用の水入れです。あのあっちの水浴び用の水のところからも、まあ水を飲んでたりはするんですけど、
うんちがちょっと溜まったりしてる水を飲むっていうのなんかやだなと思って、私が勝手にで定期的に水を本当汚れ切る前に取り替えてはいるんですけど、今もうんち入ってるんでまた取り替える感じにはなるんですけど、なんかその水を飲んでるの嫌だなと思ったので、一応ここにね新鮮な水を入れるようにしてます。でそれをした結果、まあ結構飲むようになりました。そこから、あとはこれハンモック、まあ登ってくれたら可愛いななんて思って入れてるハンモックだったんですけど、まあハンモックもこれ新しいの変わってるんですけど、まあ登る気配はなくてですね、この子そのハンモックを布団代わりにあえて寝るんですよ。だからそれはそれで可愛いんで、新しいハンモックを入れてあげて、こんな感じでね眠っていただいてるって感じです。であとはここにねパネルヒーターとかのコンセントがあるんですけど、コンセント危なくないように上に置いてます。ここまで登れることはほとんどないので、こんな感じになってます。でこれもねこうやって消せるライトがここにあります。はい。で押し入れのね、押し入れと押し入れのこの扉の隙間に100均のこの網をはわせることで、まあ、出てこないようになっております。結構もう100均様々ですね、まあ、全部合わせるとねトータルで万円にはなってる気もしますけれども、本当100均で作ったケージが大量にって感じです。で押し入れはこんな感じで、押し入れは本当フクロモモンガちゃんたちの、押し入れ散歩のブースと、こっちの端っこだけねご飯とか餌皿を用意できる場所があって、ここにチモシー、こっちフクロモモンガの私がブレンドしてるご飯で、ウサギのご飯、モニターヒート、あとチモシーの残りの余り、そしてモモンガちゃんたちにあげてるミルクですね。で下がペットシーツですね、とあとタオル、これはなんかいろいろ拭いたりするときに使ってるタオルをごちゃっと置いています。であとは、水差しがいっぱい、水ストックしてですね、であとカルシウムパウダーですね。でこれも水容器、これガチャってやると水が出せ、ここ押すと水が出せるやつ、やべちょっと水出ちゃった、はい水出せるやつ。であとこれはオリジナルのフードをね作る時に、ミキサーにかけてる、コーヒーミルで、ちょっとした器、まあこの子たちに今使ってない器ばっかりなんですけども、何かあった時にいざという時に使えるような器をこんな感じでストックしてます。これはまあ完全に植木鉢の下の部分なんだけど、これもねちょっとした水入れとかに使えるんでって感じですね。でこれご飯こす時ですね、こうやってね使ったりしてるボールとザル、これは余ってる、温度計、ここの温度は今 20.1 度だそうです。であとは、シェフィーさんの、体重を測るときに使ってるケース、プラスご飯あげるときに使ってるケースですね。でここも隔離するとき用のケースと、プラス、サンショウウオとイモリちゃんにご飯あげるとき用のプラケースで、これがあれです、フクロモモンガちゃんのポーチをくっつけるとき用のクリップと、これはなんだっけ、名前出てこない、フルボさんの原液、まだ使いかけのやつね、のフルボさんと、これフルボさんの説明書と、あとこれ病院でもらったお薬入ってたやつなんですけど、これミルク入れてミルクを飲ます時にも使えるんで、すごい綺麗にして取っといたやつですね。あとはまあ体重計とメジャースプーンって感じですね。あとこれヒーターね、ここで使うようなヒーター、はい危なくないようにね、ファンのついてないタイプ、ファンっていうかあれね、扇風機のファンねがついてないタイプのものにしています。あとは上にいろんなうちのケージで使うためのものがいろいろあるって感じですね。はい、うちの飼育環境としてはこんな感じ、本当
うん、動物ちゃんたちのためのお家って感じになってますね。はい、押し入れもあんな感じの改造の状態ですからね。はい、もう基本ねそこ、この辺にね座りながら、なんか最近そこにねちっちゃい椅子置いてもいいのかななんて思ったりします。あの腰痛くなるんでね、なんか柔らかいクッションそこに置いて、そこで生活するっていうのもあれだけど、この子たちをね見るっていうのもありかなと。見渡せばねうちの子がいっぱいいるっていう場所になるので、そこが、はい、まあそんな感じのうちの飼育環境でございます。あの参考になること、参考にならないことっていうのはね様々あると思うんですけれども、リントのお家ではこうなってますよというご紹介でございました。はい、本日は以上でございます。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。また過去にたくさん動画も上がってますので、よかったらそちらの方も見てみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。